はい、これもこう来たら少し磨いてしっかりとゆっくり払ってくださいね、ゆっくり払ってください。払った方が字が軽やかになりますからね。でスタートはちょっと左からスタートです。そうすると字が真ん中に行きますよね。でちょっとこう気持ちこう反るぐらいの気持ちでもいいかもしれないですね。なるほどね。はい、そう、あ、もう何も直すとこないです。これ完璧です。なるほど、全てが角度が長さもいいですよね。なるほど、ね、最後って結構重要ですね。最後の一画線で、確かに確かに、ちょっと表情出ましたね。まっすぐからぐっと反ったからね。確かに確かに、これでいい感じになりますね。はい、この字はうまいですね。はい、なるほど。では見いきますね。はい、見はなんとなくちょっとこれもドデンとしてますので、ま、最後の身ですね。あの横線斜め線中ぐらい短い、うん、でここをちょっとグイーンと長くしとくと安定します。あ、で角度つけましょう。角度ね。でこれもちょっと字に表情つけますもんね。これはね、なるほど、ね、下になんかね持ってきてくださいね。重心は軸ですからね。軸で軸に合わせてなイメージはね、いいですよ、悪くないですよ。いいですかね。じゃあ無いきますけど、ね、ただもっと正三角形、小さくていいですからね。中心からこう来て上に払う感じ、うん、そしてまあぐーっと形を合わせる感じですね。ここな、ただもう今は多分書けると思いますので、うん、はい、いいですね。最後のこのぐーっていうのが、うん、いいですね。この表情があって、はい、太さが優しく入ってぐーっと強くなってるんで、これが線の深みなんですよね。これができるのでやってほしい。バッテンに見えちゃいますので、はい、少し斜めにここからついて、これもねつきすぎますのでね、あ、トンってついたらそのままこう払ってちょっと上の方に、これも表情出すようにこうですね、反ってくださいね。で書きましょうか。はい、やっぱりここ上手くなったんで、このこれはもう上手いですから、左払いのやっぱ精度ですよね。そうですね、そうですね。で真ん中だとただのバッテンになっちゃいますからね。やっぱりちょっと下が長い方がいいですよね。そう、ちょっと下が長い方がやっぱいいですね。あとこれつきちょっとつきすぎますから気をつけてくださいね。これね変わらない。もう直すとこないですね。そんなに全然ないです。これうまいです。こう書いてこう書いて中心もしくはちょっと左から。なるほど。キュッと押さえる感じですね。まあ、最後はあんまちょっと長くしないでくださいね。なるほど、こっちが長い方がいいかなと思います。キュッと、そうですね、そうですね。なるほど、うん、悪くないですよ。やっぱりこれもゆっくりいってキュッとできてるから、なるほど、線の深みがあるんですね。やっぱり技術なんです、線っていうのは。なるほど。ではいや、ここをしっかりとこう角度大きくね、こう斜めにいって、それで最後90度に書いたらこれが中心で終わるんですね。これがこうひねるとかっこ悪いんですね。なるほどね。ああ、確かに。はい。少しこの、ね、直角になるようにこう、うまくまとめてください。なるほど、うん。そうですね。中心に向けて終わるような感じですね。なるほど。はい、いいですよ。もうちょっと外側からスタートしたらよかったかもしれないですけどね、これはね。ああ、なるほど、ね。そしたらもう少し角度がついて、よかったかなと、気持ちですけどね。では、湯。湯も、これ縦線が長いとかっこいいですよね、ここね。そうですね。そうです。こう書いたら、でしっかり角度つけます。で、これを反ってください。うん、すごいぺったんこの字なんですね。湯とか2とか。さあ、頭をね、一画目長くしたりしてくださいね、横線。そうか、これも長いですね。はい。まあ悪くはないですけどね。うん、要は悪くないです。角度つけるだけですね。うん、角度っていうのは、ね、ここから。少し中に入れます。で、真ん中ちょっと短くして、下はちょっと長くしてもいいですから、これもキュッとね、ちょっとですね、ですね。はい、はい、下、慎重に。ちょっとだけ、ストップ。そうですね。なるほど。そうすると、字が閉まるんですね。閉まる。ね、そうです。これだと、何か分かる、適当になっちゃうんですね。確かに。だからこういうとこまで、集中、神経入れると、誰が見てもうまく見えます。誠実に書いてるなっていう風に。はい、ですよ。そうなんです。やっぱり最後に気を抜くと思わずこう長くなるとか、ね、これも抑えがきかない証拠ですので、これも頭をもっと小さく、そうするとこっちが普通に長く見えますの でしっかり止まっていいですか。ふわっと下にふわっといきましょうね。
はい、どんだけ柔らかくできるか、その曲線をふわっとふわっとふわっと曲線、そうそうですね、最後は揺れちゃうんだな。そうですね、もうゆっくりここにしっかりとあの紙にひっつけて、ここであの、ね、軸を作る感じですね。はい、もう手首とかで使ったら書けないですから、体が手ごと動かすんですね。手首は動かさないように、気持ちは、そうですそうですね、柔らかく柔らかく、悪く形は悪くないですから、線の精度を高めたいですね。で最後スッと払いたいですよね。リ、リはまあひらがなと違って跳ねないですね。これもこっちはもう長くしないようにしてくださいね。で同じです、まあ、ちょっと高い位置の方がいいかもしれないですけど、これも最後ひねらない、下にスッといてください。この字は結構決まればかっこいいですので、ですか、この結構中、左の肌洗いがポイントですね。そうですね、そうなんです、結構中心ぐらいから内側から斜めにこういきます。角度つけますね。で僕はこの中心線に合わせてちょっと高い位置から描きます。まっすぐ降りて、でキュッといかないですよ、ゆっくり大きくこういきます。これを曲線でこう跳ね上げる感じですね。あえてこうなりますからね、はい、ここ合わせる感じ、だいたいね、内側キュッと、で漢字 の元気の元とか似てますよね、なんかね、キュッといってキュッと止まってとかね、そうですそうです、足の部分って似てるんです。結構決まればかっこいいですので、確かに、そうですね、最後はですね、これは結構短いとかっこ悪いんですね、かっこ悪いですね、そうなんです、これゆっくりとじわーっと、ね、じわーっといきたいんですね。なるほど、そうしないとこれ決まらないんです、この字、確かにかっこ悪くなる、そうそうです、決まればかっこいいですから、じわーっと内側から外にスッと払う、はい、あんま長くしないように、はいはい、止まってじわーっと大きく、じわーっと、そう、ちょっとひねりすぎましたよね、もっとさーっとね、そうですそうです、でこれももう少し長く、ね、横向きに短くしたいですね。はい、でもうまいですうまいです、なるほど、最後の払いがうまいんですよね。そうですね、払いの精度を上げたいですよね。今ゆっくり上がったんですね、でもちょっと左からこう止まって、これもまあ少しこうですね、まあるほどカッコつけなくていいですけどね、普通で、ロもね、まあ、口と同じですから、もう四角作ってから、ウエスト作って角度作って、まあ一応これなんで下と見出しておきましょうか。なるほどね、口ですね、もうね、ロ、ラリレ、ロ、ワ、オ、ん、まあ、これも最後ね、左がだんだん強くなってきますので、ね、油断しないようにちょっと内側に入れて、さあ左右対称にしてくださいね、対称に広がってこっからいきます、下にふわっとね、ひねらないように、でここに「お」と「ん」がありますよね、これあのこれ書き順ですね、ちょっと余談とも雑学としてですね、知っといてください。あの一応ですね、書き順はですね、123なんですね、まあ、僕もこうやって書いてましたけど、一応正しいのはこっちらしいですから、まああんまりこだわらなくてもいいですけど、こんなの、まあ一応ですね、あのそういうことらしいですからね、ちょっと言っときますね、じゃあ払いを最後下にじわっと下にひねらないように、はい、やっぱちょっと弱いかもしれない、あのこう書いた時にこうなんかこれがひねったりしてますので、しっかりついて強くいきましょうかね、力入れてついて真下に、ついて真下にスッと抜く、そう、あ、最後やっぱり急ぎましたね、急ぎましたね野球で言ったら手首ひねってるぞとか言ってね、コーチに言われそうですよね、手首をひねるなって書いてね、まっすぐ自然とってなんか難しいですよね、すごくうまいんですね、なるほど、さっきのレとかのワとかのあのルとかね、ルレのこう書いたら、じゃあ止まってしっかり踏ん張ってじわっといきましょうか、じわっと太い線でいきましょうかね、軽やかに最後、あ、だいぶいいですよ、結局はね、あのこっちに行くときはすごい踏ん張りね、踏ん張りがあるように、踏ん張ったんだったらやっぱり字は自然と太くなるんですね、
ね、でも踏ん張ってるけどグッとやってるけどそんなに速いから細いんですね。あ、なるほど。踏ん張ったんだったらスタートから太い線が描けるんですね。なるほど、なるほど。そう、そこら辺もやっぱり意識してほしいかなと思いますけどね。そう、踏ん張ると線が太くなるんです。なるほど、なるほど。そのままの勢いで描いてほしいんですね。なるほど。これももちろん縦もこっちもそうですよね。踏ん張るとすぐ太い線が描けるんですね。ペンをつくっていうのは大事なんです。